成木きよし成い、なりき1月2日から1946年10月10日は、大正から昭和前期の実業家、政治家、衆議院議員、貴族院多額納税者議員。福岡県山和郡小川村で、金山王、成木きよひも、稽古の長男として生まれる。1906年福岡県立中学伝習館、卒業後に小学校代用教員を務めた。 その後、早稲田大学放課に入学したが、九百十二年に中退して、父が経営する馬場金山に入り、県内外,外の鉱山の経営も行った。父の死去に伴い九百十六年家督を相続。その他、宇佐三宮鉄道社長、道バス社長、成木与工業社長、三保上油社長、大分交通社長、旭銀行頭取、成木与貯金銀行頭取。 両豊銀行取締役、九州電気工業取締役、三池銀行監査役、大分セメント監査役などを務めた。1927年酒造にも進出し、清酒、安土を販売した。また、大分県の会長、早見郡酒造組合長、大西翼産会中央協力会議議員、大分県酒類販売取締役、大分県酒造組合連合会会長、 大分県農業会長、大分県三輪会副会長、事町教育会長なども務めた。政界では、福岡県山和郡会議員に就任。1918年6月の貴族院多額、納税者議員選挙で5選され、同年9月29日から1925年9月28日まで在任した。在任中は、こういうクラブに所属した。 1928年2月、第16回衆議院議員総選挙に、大分県第2区から立憲声優会所属で出馬し当選して、衆議院議員に一期在任し、声優会大分県支部長を務めた。1937年日出町長に就任し、無報酬で調整の進行に尽力し、日出裁法女学校長も務めた。ありがとうございます。